もこんにちは、ドラマーの今井義則です。今日はですね、銀座のヤマハに来ております。こちらで今日はヤマハのドラムのペダルですね、このペダル全13種類、シングルペダルとツインペダル、この全てのモデルを、この場で試奏をして、その特徴や僕が叩いた時の感覚などについていろいろと喋っていきたいなというふうに思います。たくさんあるので、これから気合を入れて踏んでいきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、それではトップバッターを飾りますのが、こちら FP8500C というモデルですね。こちらのモデルね、ツインペダルのものは僕もね、ずっと現場で使ったりもしていたんですけれども、特徴としましてはこのダブルチェーンとこのビーターですね、このね、重さが僕は非常に気に入っていて使いやすいなと感じているんですけれども、シングルペダルを踏むのは今日が初めて、ほぼ初めてかな。このペダルをね、試していきたいと思います。それでは装着していきます。装着しましたので踏んでみたいと思います。はい、おー、このペダルやっぱりすごく足なじみがいいなという印象があります。なんというか、やっぱりすごくしっかり作られているので、もうまるで足と一体化しているかのようなといいますか、ブレがなくて、すごくダイレクトにこのなんていうか、ペダルのインパクトがドンと画面に伝わる感じがして、すごく踏みやすいですね。まあ、このビーター、これ僕も結構ね、ビーターは長めにつけて重さを分回すセッティングにすることが多いんですけれども、それはもうその力をこう余すことなく伝えてくれるっていう印象があって、僕はこれはやっぱり非常に好きですね。ダブルもパワーがしっかり伝わります。すごく足がその全体を支配できる感じがすごく踏みやすいと思います。はい、続きましてエントリーナンバー2ですね。こちらは FP8500B でございます。 B ってのは何のことかっていうと、ベルトの B で、なんといってもこの、ベルトドライブになっているところが大きな特徴ですね。そしてビーターは、8500C と同じなんですけれども、これもまた特徴で、ここがこのね、棒になっていますね。板ではなく棒になっています。つまり棒でここは稼働するようにできている、なんというかね、このコンパクトなね、作りがすごくまた印象的かなというふうに思います。これをまた踏んでいきたいと思います。おー、これはね、なんというか、もう一言で言うと柔らかいなっていうイメージがあります。やっぱりこれはベルトドライブの影響が大きいのかな。すごくね、そのなんていうか、足のそのガツンって感じよりかはグッといく感じっていうんですか、ガツンではなくグッっていうイメージ、その感触が多分これ好きな人はすごく好きなんじゃないかな。僕もこれは結構もうベルトドライブ実は初めて踏んだんですけど、これもいいななんていうふうに思いました。またここが棒になっていること、これもね、ちょっとやっぱりいつもと感覚は違うなっていうのがあって、インパクトがこうスッとこう受け止めてくれる感じっていうんですか、その感覚はこれもすごく特徴的でいいななんていうふうに思いますね。はい、続きまして、エントリーナンバー3ですね。こちらは DFP8500C です。このペダル、何を隠そう、僕もこれこそがね、現場で使っていたペダルなんですけれども、なんとももうすでに持った時点で馴染みがすごい感じるといいますか、ビーターはこの白いビーター、そしてこのダブルチェーン このチェーンがついていて、それは両足でこう踏めるようになっているペダル、これをじゃあちょっとまた試奏していきたいと思います。おー、やっぱり踏みなじみがありますね。このペダルはですね、もうこの左足の、ペダルに関してもうこうすごく癖が少ないと言いますか、本当に無理なくこう踏める感じのペダルだなというふうに思います。右足のすごいさっきのシングルペダルの踏みやすさ、頼もしさっていう部分はそのままに、また左足もその頼もしさと一緒にすごい左足に馴染みやすいなという印象をすごい受けますね。すごく扱いやすいペダルなんじゃないかなというふうに思います。
はい、続きましてエントリーナンバー4です。こちらですね、 FP9500C です。 9500 シリーズも僕は使っているんですけれども、あのなんか今この新品のやつを見るとこのビカビカの輝きがまたすごい心をくすぐりますね。こんなすごい美しい見た目と、こちらのビーターはこの9500シリーズに特有でついてくるこの 2way ビーターがついてます。ちょっと大きさは小さめなんですけれども、フェルトの方とこのプラスチックの方、この選んで使えるっていう特徴がありますね。こちらのペダルをまた実際に踏んでいろんなことを感じていけたらなと思います。それではやってみましょう。これはちょっと今びっくりしましたね。なんか比べるとこんなになのか、すごいそのビータースピードが速いというか、これスムーズさから来るのかな。これはなんかもうすごいスパーンと音が出た感じがして、すごいすごいこの機動力だなっていう気がしました。このビーターが 2way ビーターなんですけれども、ちょっとこのビーターはあの先ほどの8500シリーズのものよりは軽いのかな。この軽さもあってすごいスピードが出るのかななんていうふうに思いますけれども、今せっかくなのでもうちょっとこのフェルト踏んだらプラスチックの面も試してみようかな。ちょっとじゃあビーター裏返してみます。すっごい音変わりましたね。これは面白い。この2つの音を使い分けできるだけでもこのビーターはすごく魅力的だなと思いますし、このやっぱりキャラクターとちょっと跳ね返り あのリバウンドの感じも少し変わりますね。これをいじれるっていうのもこのペダルの特徴だと思いますし、なんというかとにかくこの動きがびっくりするぐらいスムーズで、今踏んでてすごくいい。すごい僕はやっぱりこのペダル改めていいなって思っちゃいましたね。はい、続きましてエントリーナンバー5、こちらが、FP9500D でございます。 D はダイレクトドライブの D。 見てください、このメカ感って言いますか、これはねこの金属のシャフトでもって直接このユニットにつなげているっていうことで、普段やっぱり先ほども他のペダルを見ていただいてもね、ベルトだったりとかチェーンで引っ張るんですけれども、これはもう棒で固定してしまっているというね、すごい特徴的なペダルです。このアクションもまたすごいね、特徴的だと思うんですけれども、これを実際に踏んでまた確かめていきたいと思います。うわっ、これはですねすごい特徴あるペダルですね。あの今踏んでてついついちょっと面白くなっていっぱい踏んじゃったんですけど、とにかくこのペダルはあの踏み始めが重くって、なんか下り坂を下っているかのように急にこの辺で軽くなるんですね。ビューンバコっていう感じで、すごいスピードでビーターがダメに当たるっていう、そういうイメージがあって、僕の踏み方っていうのは結構このあの足を離した時のビーターの位置からさらに手前に引いて、ここからバッとこう坂道を下るように向こうに行くっていうスタイルなんですけども、坂道下った後にまたどん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 坂道が下っていくみたいな、すごいこのその踏み始めのこの部分はすごく重いんですけど、お重いぞと思ってフッて踏み込むとガクンといくっていう、この独特のアクション、そして足のそのフットボードがもう足に吸い付くようにこうついてきますね。これは癖になるなこのアクション、これ好きな人はもう手放せなくなるんじゃないかなっていうぐらいのこう面白いアクションですね。そしてやっぱり動きがすごくスムーズですね。このスムーズさは9500シリーズの特徴かなという感じがするんですけれども、これもまた面白いペダルでね、興味深いですね。はい、それではこちらエントリーナンバー6ですね。こちらが
DFP9500C です。ダブルチェーンのこのチェーンドライブで、ビーターはこの9500シリーズのビーター。こちらでね、先ほどの8500とどんな感じで違うのかっていうところも含めて、また踏んで味わっていきたいなと思います。はい、なんとも安心感がすごいあるこのしっかりした重量といいますか、どしっと重心の低い感じのね、このペダルの感覚、これはすごくやっぱり9500シリーズいいですね。ビーターはすごく軽めなので、僕は割とビーター、その重いものをよく使ったりするんですけれども、これはこれでその自分の味方につければ、ものすごくこのペダル全体のその動きの良さだったりとか安定感だったりっていうのがすごくやっぱり印象的なので、こちらはプレイをする人のすごい味方になってくれるんじゃないかなと。やっぱりもう全体的にスペックのすごい高いペダルだなという感じがしました。そしてこちらの 9500C はですね、ダブルチェーンがもともとついているんですけれども、中にそのベルトドライブ用のベルトも同梱されているということで、こちらのベルトドライブとダブルチェーンドライブを好みによって使い分けることができるという、そんなすごい魅力的な部分があります。この動きそのものを自分の思うがままにいじっていけるという、非常に大きな魅力なんじゃないかなと思います。ダブルもバッチリですね。はい、いい感じですね。はい、エントリーナンバー7だったかね、このだんだん数が多くて分からなくなってきますけれども、来ましたよ、この DFP9500D ダイレクトドライブのツインペダルですね。このギラギラ感はすごいかっこいいんですけれどもね、このやっぱり踏み心地ってものがやっぱりすごくインパクトがあったので、こちら両足で踏むと一体どうなってしまうのかっていうところをね、僕は試していきたいと思います。ちょっと楽しみですね、こちらは。では行ってみます。これはこれ意外に足に馴染みますね。さっきから踏んでるせいかな、左足のもうすごいこう一発に対してのインパクトがかけやすいですね。自分が思った以上のスピードとパワーが出るっていう、この特に左足ですね。この左足って右利きの方にはすごい踏みづらいというか、その慣れるというか、まあ、ツインペダル自体を踏むのが難しいっていう部分あるんですけど、この左足がですね、一発こうなんていうかジャブを入れようとしたら、いきなりものすごい威力の左ストレートが飛んでったみたいな、そんなバーンっていきなりこう打面にすごいインパクトが加わるような、こういう感覚があって、これは味方につけたら強いかもしれないですね。確かにこれ癖はすごくあるんですけど、なんていうかその感覚を自分のものにさえしてしまえば、チェーンドライブ以上にすごく一発のインパクトを出しやすいっていう利点があるかもしれないです。これはなかなかにすごいですね。僕自身はあんまりこのダイレクトドライブっていうのを使ってこなかったんですけれども、まあ、僕の、ね、知り合いで言うと川口千里さんとか、一回遊びでセット叩かせてもらったことがあるんですけれども、ダイレクトドライブで、千里さんはもうこのペダルをバリバリ踏みまくってすごいパワーで音を出しているので、まあ、やっぱり、ね、一流のそういう方が使っているっていうことがこの、ね、性能のやっぱり実証になってると思うし、これなんかあんまりこれ踏むと僕の普段のペダルが踏めなくなるんじゃないかみたいな、そんな不安も出てくるんですけれども、これはなんかちょっと非常に僕の中では興味深いペダルですね。はい、いい感じに盛り上がってきましたね。続きましては、これまたいい見た目のが出てきましたよ。これは FP7210 というそういう品番のものとなっています。こう
ちらはですね、見てください、このシンプルな作り、割と細い柱にシングルチェーンです。このシングルチェーンのペダルっていうのも今時は珍しいんですけれども、こちらはヤマハの今市販されているモデルでは唯一のシングルのチェーンのモデルになっています。こちらをですね、じゃあまたドラムにつけて踏んでいきたいと思います。これはですね、本当にいい意味でなんかアナログ感あふれる感じっていうんですか、その本当にこのシンプルなものでを使って足で音を踏んでいるっていう、すごいそういうなんか足の感触がすごく伝わってくる、そういう感じがします。このペダルはこのシングルチェーン特有の横に揺れる感じとか癖になりますね、これ。ずっと踏んでたくなっちゃうな。こういうなんかもうこのペダルというアナログのものを使って音を出しているっていう感じが、もう足の先を伝わってこう感じられる、非常にいい、こういうペダルもいいなというふうにちょっと心から今思っちゃいましたね。これはちょっとね、すごくこうね、リーズナブルなモデルですし、これはなんか試してみる価値ありだと思います。これがすごく好きな人は本当に好きなんじゃないかなってことも含めて、このペダルも魅力があふれてますね。ダブルにもバッチリついてきます。はい、そしてやってまいりました、このモデルですね。皆様お待たせしましたと言うべきでしょうか。こちらがね、もうヤマハの古くからの名機として皆さんに愛されています FP720、 こちらモデルになります。これが数年前にね、リバイバルということでまた再販し始めたというモデルなんですけれども、こちらは実はですね、僕ドラムを始めた当時、父がドラムをやっていた影響で家にペダルがあったんですね。そのペダルがこの720と同じ形というかもう720ですね。あれはなんか一度つけてみた時に、なんかなんだこのえも言われぬ踏みやすさはという、もう割とこうなんていうか色もくすんでいて、なんかこんな見た目なのになんでこんな踏みやすいんだろうって衝撃を受けた感じがあるんですけれども、久しぶりにこのペダルね、踏むのが楽しみです。それでは行ってみたいと思います。はい、踏みやすい。これやっぱりなんかなんて言うんでしょう、この720の魅力は、いやすごい名機ですね。やっぱり今のペダル、最近のペダルっていうのは、その動きの良さだったりブレのなさだったりとかっていう、そういう部分での足へのすごく足の信頼感っていうものを置けるモデルが多いんですけれども、この720については割とこのシャフトでつながっている作りだったりとか、こういういわゆるローファイな作りであるにもかかわらず、そのなんていうんですか、もうそういう細かい部分をもう飛び越して足にフィットする、もうなんか踏み、なんていうんですかね、踏みやすいの一言ですね。これはなんか底知れぬ良さ、もう長年多くの人に親しまれている良さっていうものが溢れているモデルだなと思います。こう少しね、動きの遊びがあったりとかもするんですけれども、このベルトドライブの柔らかさだったり、まあ、ビーターの重さをもう余すことなく伝えるこの絶妙な作りが、いや参りましたという、もう本当に反則級にいいペダルだななんて思っちゃいますね。はい、そしていよいよやってまいりました、こちらがねヤマハの今のモデルの中でもフラグシップのモデルです、FP9C。 見た目がすごいですよね、この銀色、鏡のように輝くこのフットボードに青が入っている。こちらのモデルの特徴としましては、ロングフットボード、こちらのフットボード結構長めになっております。そしてダブルチェーンでもって、ビーターがこれはその FP9 でまた新しく開発されたビーター、こちらはですね、先っぽにこういうちょっとメカがついているんですけれども、これをなぜこんなものがついているか、こちらの2種類の
重りが同梱されているんですね。こちらがアルミの、そしてこっちが真鍮の重りになってます。こちらをこの先にパチッとつけることで振り回しても落ちないようなちゃんと作りになってるんですよ。これでそのビーターの重さを好みによって調整できるというね、すごいなんかいろいろいじりたくなる魅力のあふれたねペダルになっております。さあこちらをまた踏んでいきたいと思います。ではまずは重りなしで踏んでいきたいと思います。おお、なんと言いますか、このやっぱりフットボードの大きさもすごく先ほど踏んだ FP720 と似てる感じがあって、なんかもうその FP720 の良さっていうものはがさらにこうもう無駄をそぎ落として洗練されたっていうイメージの踏み心地ですね。このとにかくブレがない、もう何をやってももう意思がそのまま画面に伝わるっていう、この良さっていうのはこれはピカイチですね。そしてビーターの重さをちょっとまた重りをつけることで変えていきたいと思いますけれども、まずはじゃん、アルミの方をつけます。これなんかあの視力検査のやつみたいですね。右とか下とか言ったりなんかしてね、何言ってんだ、やります。おお、やっぱりあのドラムでねビーターを変えたり試したことがある方はわかると思うんですけれども、重さが変わるだけでまたちょっと印象も変わります。僕の場合は結構重くすればするほど結構好きではあるんですけれども、アルミからじゃあさらに真鍮に変えますね。ちなみに真鍮の方が断然重いです。もうまさに僕の理想の踏み心地に近くなりました。まあそもそも僕はねこのセッティングで普段、この FP9 を今はもうメインのペダルとして使っているんですけれども、もういつもの現場での信頼といいますか、そういうものをもう持ったペダルそのものに今変わりましたね。さあ行こっかっていう、もうこのペダルを持ってさあ行こっかっていう、もうそういう気持ちにさせてくれる素晴らしいアクションのペダルですね。はい、それではやってまいりました。本日の踏んでて笑っちゃうシリーズっていうんですかね、ダイレクトドライブのシリーズですね。こちらは FP9 の、FP9D というモデルです。 D はダイレクトモデルの D。 こちらは黒なんですけれども、ダイレクト、こういうダイレクト機構になってますね。こちらは見た目はそのね、先ほども C の方でお話ししたこのギンギラギンに、そしてビーターも FP9 の重りが付けられるビーターが付いていて、これダイレクトドライブになっている。なんか見るとこのダイレクトドライブいろいろとカスタマイズできるというか、ここの長さをこの変えたりとか、どれだけ前にせり出したこの棒にするかっていうところもいろいろいじれるようになってますね。ちょっとこんなところもいじりながら少しまた新たな体験をするという意味でこの FP9D 踏んでいきたいと思います。お、これは僕がダイレクトモデルに慣れていってるのか分かんないんですけれども、足に馴染みますね。この FP9 の機構がすごくやっぱり精密なせいか、とにかくこの駆動部分の癖っていう部分以外はすごいスムーズにやっぱり画面に意思が届く感じで、相変わらずふっと踏み込むとそれ以上のパワーがドンと画面に伝わる、これはやっぱりダイレクトモデルの面白さだなというふうに思いますね。ビーターもまたこれは重くできるんですけれども、また自分のお気に入りのこの真鍮のね重りをちょっと入れてみます。
うわ、すごい。この手前に引けば引くほど、そのパワーが、ま、増す。それはそうなんですけど、そのなんかもう倍数式に増していく感じ。とんでもない音。こんな音量がね、通常の、ダブルチェーンとかよりもすごく出しやすいという、そういう感じになっているかなと思います。こちらね、ちょっと自分も興味があっていじってみたいんですけど、このダイレクトのこの第一関節の部分がちょっと手前に持ってきたりできるので、ちょっとここいじってみます。さあ、これでどれだけ感覚が変わるのかやってみたいと思います。なんじゃこりゃ。うわ、もうこれだけでペダルが別物に変わります。逆にちょっと今僕が踏めなくなっちゃったんですけど、繊細なプレーをする人だったり、すごく足先のこう感覚を大事にしたい人にとっては、すごくいろんなアクションを作り出すことができて、このダイレクトドライブでないと出ないし、これだからこそいろいろ調整できるっていう、そういう足の感覚ってものの追求がすごくやりやすいんじゃないかなというふうに思います。本当にそのチェーンドライブとはもう全く違うコンセプトのペダルとして、本当に無限の可能性を持っているペダルなんじゃないかなというふうに思います。やっぱりこの全体の作りの信頼性もさることながら、本当にこう新しい可能性にあふれた素敵なペダルだな、なんていうふうに思います。はい、そしていよいよやってきました。このモデルは現在僕がメインで使用しているペダルになります。こちらが DFP9C、先ほどの、チェーンドライブのツインペダルバージョンですね。もうなんというか、スペックの高さは先ほどのね、シングルペダルでもすごいいっぱい説明したんですけれども、このツインペダルはこのシャフトの駆動の中にボールベアリングが入っているんですね。このスムーズさといったらもうという感じで、これはもう僕が普段使ってる時にもすごくやっぱり感じて、踏みやすいなって思う部分なんですけれども、改めて今日またここで踏んで感覚をシェアしたいなというふうに思います。それでは行ってみましょう。もうありがとうございますって感じですね。もうなんか、いや、普段使い慣れてるペダルってやっぱり、というよりももうこの、DFP9C のこのもう安定感、動きの良さ、もう全てにおいてもう最高ですね、やっぱこのペダルは。とにかくもう無駄がない。自分の足の意思がもうそのまんま座面に伝わるし、その座面からに当たって帰ってきた時の、やっぱその感触っていうんですか、もうその細部に至るまで、なんか自分の思うように動いてくれるっていう、やっぱこの細かいところまで突き詰められたスペックっていうのは、やっぱり伊達じゃないんだなっていうふうに今すごい実感しました。この足のもう要望というか、こういうツインペダルっていうのはやっぱりいろんな鍛錬によってその技術が組み上がっていくものなんですけれども、もうその足の努力がそのまんま身になる、もう味方につければつけるほど自分の強みになってくれるっていう、もう本当に、まあ僕自身も今使っているってこともあって、ものすごい信頼度の高いペダルですね。やっぱり踏んでいて FP9C 最高、 DFP9C 最高という感じですね。はい、こちらが本日最後のペダルになりますね。トリを飾るのは DFP9D でございます。来ました、 D、 ダイレクトドライブですね。先ほどの FP9D のツインペダルバージョンでございます。このジョイントの
駆動系の良さも本当にさることながら、両足でこのダイレクトドライブの感じを踏んでみたらどう感じるのか、これは自分もすごい楽しみですね。いや、もうまずは踏んでみるということでやってみたいと思います。はい、もう なんかこの動き自体はすごくやっぱりこの FP9 の良さが出ているんですよね。このもう動きの良さからすごくフォルテ未満といいますか、メゾフォルテぐらいの強さ、ちょっと強いぐらいの音量だとものすごく自然にこう、なんならダブルチェーンのやつと近いぐらい自然に踏める感じがあるんですけれども、なんかねそれよりもでかくなってくると牙を向いてくる感じといいますか、この手前にビーターをグッと持っていくととんでもないパワーが出るんですね、これね。もうここでね、見ていただいているスタッフさんもびっくりしてるぐらいの音量が出てます。ちょっと僕はまだちょっとコントロールできてないんですけど、なんかドンってなって、え、今何が起きたのぐらいのパワーが出るっていう、そういうちょっと化け物じみたスペックを持っている感じのペダルですね。これを使いこなすには結構鍛錬がいりそうですけれども、なんかそういうペダルこそなんか使いこなしてみたくなるのが僕の性格なんですが、まあ何にしてもね、無限の可能性をやっぱり秘めたこのペダルだと思います。はい、全13種類のヤマハのペダルを一気に踏んでまいりましたけれども、皆様見ていていかがだったでしょうか。僕としてはね、もう最初のペダルからなんていうか、お、いいな、あ、これもいいなって感じで、もうどれも魅力にあふれていて、やっぱり踏んでいくと楽しさがどんどん増していくんですけれども、最後の FP9 にたどり着いた時になんかもうその FP9 のスペックの高さに今までこうすごくなんていうか気持ち的にもいいないいなって好感度が高かったペダルたちがなんかそのスペックの高さにある意味一周されてしまった気がして、ちょっと悔しくなっちゃったぐらいのそういう印象を受けました。そのもう本当に真っ向から勝負したらナンバーワンは FP9 だと思うんですけれども、本当にそれぞれのペダルが違った魅力、実際に踏んでみると分かるんですけれども、自分に合うペダルっていうのは必ず見つかるんじゃないかなっていうふうに、本当にそれぞれの良さが違った形で出てるなというふうに思いました。楽器屋さんに行けばね、本当にこのモデルいっぱい試したりもできると思いますので、ぜひこの中から自分に合う、自分の感覚が本当に通うペダルっていうものをね、ぜひあなたの1台を見つけてみていただきたいなというふうに思います。ヤマハペダル13種類一気踏み、今日は今井義則がお送りしました。ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。